皆さんこんにちは。甘いルックスに加えキレのあるダンスと歌声で長年芸能界の中心で活躍し続けている男性アイドル事務所といえばジャニーズです。ジャニーズのアイドルたちは仕事の幅が広く、ドラマ映画の出演となれば主演になるケースがほとんどです。そのジャニーズ事務所に所属しているアイドルたちの中には、世間から演技が下手と評価をされてしまったアイドルがいることはご存知でしょうか。今回紹介するのは大根役者と呼ばれたジャニーズ11選です。一人目は嵐の櫻井翔さんです。櫻井翔さんといえば近年キャスターとしての活動が目立っている一方、俳優としても輝かしい活躍をされています。主演やメインキャストに数多く抜擢されており、代表作でいうとテレビドラマ木更津キャッツアイのバンビ役、テレビドラマヤンキー母校に帰る、旅立ちの時、不良少年の夢の主演、吉家博之役、映画ヤッターマンの主演、ヤッターマン1号役などと多数話題の作品に出演し、数多く受賞もされています。そんな俳優としてのキャリアを持つ櫻井翔さんは、世間から実は演技が下手なのでは、大根役者とレッテルを貼られているとのことです。大根役者と呼ばれる理由としては、セリフに力が入っていない、感情が言葉にも顔にも出せていない、見ていても何も伝わってこない、どんな役でも演技がわざとらしい、まあ下手、ニュース番組の方が合ってる、大病院選挙はひどかった、刑事役は無理だし、そもそもアクション向きじゃない、と櫻井翔さんの演技に対して視聴者から厳しい意見が目立っています。番宣で見たいなと思う作品でも、櫻井翔さんが主演なら見るのをやめてしまうという視聴者が多いとのことです。2人目は嵐の松本潤さんです。松本潤さんといえば松潤の愛称で知られており、嵐のメンバーの中でも俳優としての活動が1、2を争うほど多く、嵐のキムタクと称されるほど数多くのドラマ映画で主演を務められています。代表作はテレビドラマ花より団子の道明寺司役、テレビドラマ金田一少年の事件簿の主演、金田一はじめ役、テレビドラマラッキーセブンの主演、時田俊太郎役、テレビドラマ 99.9 刑事専門弁護士の主演、三山ひろと役と印象に残る役柄を演じ、世間にインパクトを与え、数多くの受賞もされています。そんな俳優としてのキャリアに申し分ないくらい実績を誇る松本潤さんがする演技へのダメ出しが意外にもあり、本当は演技下手なのでは、大根役者とレッテルが貼られているそうです。松本潤さんが大根役者と呼ばれてしまっている理由としては、軽薄に見えてしまうそうで、現実感が薄く、こんな人いないだろうと意見があり、例で花より団子の道明寺司などの役柄などがリアリティに欠けている、かっこつけすぎ、表現力に欠けてしまっている、演技が下手というかビジュアル負けしている、あまりにもハンサムなビジュアルで演技の内容がいつも同じイケメンの役しかできていないと思える、特に悪いわけではないが幅のない俳優になってしまっていると思える、役を演じている時にどうしても松本潤というキャラクターがちらついてしまう、花より団子の道明寺役は適任だったとは思うが、それは道明寺と普段の松本潤にどこか性格など共通点があったからハマったように見えたのだと思う、若い時から正直あまり進歩していないなぁと思っています、など視聴者から松本潤さんの演技に対して厳しい意見が飛び回っているそうです。全体的に演技に酔いすぎてしらけてしまい、役に共感ができないとのことです。見ているだけなら良いが、演技として見るともうちょっとといった感じの意見であります。3人目はキンキキッズの堂本剛さんです。堂本剛さんといえばバラエティ番組を中心に音楽、ドラマ、映画での俳優としての顔を合わせ持ち、マルチに各方面で活躍しています。代表作はテレビドラマ金田一少年の事件簿の主演、金田一はじめ役、テレビドラマ学校の先生の主演、桜木仙太郎役があり、独自の演技法で世間にインパクトを与えています。そんな堂本剛さんの演技が下手、大根
と視聴者からレッテルを貼られているとのことです。堂本剛さんが大根役者と呼ばれる理由としては、あるお笑い芸人に心酔し、話し方やスタンスを完全にトレースし始めたとイメージがついてしまったそうです。堂本剛さんが演じる役すべてが関西弁であり、どちらかというと演技というより普段の堂本剛さんの喋り方に近く、視聴者に違和感を覚えている人が多かったそうです。近年では俳優として活躍していた頃に比べてドラマ映画出演が減少しています。4人目は V6 の井ノ原快彦さんです。井ノ原快彦さんといえばイノッチの愛称で知られており、バラエティ、ドラマ、映画で数多く活躍中です。代表作ではテレビドラマ警視庁捜査一課9係の浅輪直樹役を演じて第12シリーズまで出演し印象を残し、その後スピンオフ作品であるテレビドラマ特捜9で浅輪直樹役を主演でシーズン7まで演じます。シリーズ作品に多数出演し続ける井ノ原快彦さんですが、一部では演技が下手、大根役者とささやかれているそうです。井ノ原快彦さんが大根役者と呼ばれる理由としては、バラエティや情報番組では生き生きしているけどドラマではあまり存在感がない、何をやっても命は命、別に俳優業をやる必要はないのでは、命の演技が少し下手に感じた、セリフがちょい棒読み気味だった、演技というよりテキスト音声にする過程、演技が上手いのに役柄があっていないように見えているようで、脚本がいまいちの場合どうしても演技が下手に見えてしまうと視聴者から多数寄せられているそうです。5人目はキスマイフット2の宮田俊哉さんです。宮田俊哉さんといえばジャニーズ一のアニメオタクとして知られており、俳優の堺雅人さんに似ていると話題にもなります。自身のレギュラー番組にて堺雅人が演じたテレビドラマ半沢直樹のパロディである半沢直樹宮沢直樹のコントを披露しています。テレビドラマ映画など多数の作品にも出演しており、その存在感を世間に知らしめている宮田俊哉さんですが、演技が下手、大根役者であるとレッテルが貼られているそうです。宮田俊哉さんが大根役者と言われる理由としては、主人公の友人の刑事役という重要な役柄を演じた際、役ではなく喋り方から何から何まで本人の性格や人柄が見え隠れする感じが物語に集中できないと感じるそうで、役になりきれていない感じがあるそうです。6人目は TOKIO の国分太一さんです。国分太一さんといえばバラエティキャスターを中心に活躍中でありますが、ドラマ映画のイメージが世間的にはあまり強くないようです。しかしドラマ映画の出演数に関しては意外と多く、代表作でいうとテレビドラマ正義の味方の坂本純平役、映画ファンタスティポで主演を務めた恋のぼりトラジ役があります。国分太一さんが大根役者と呼ばれる理由としては、頑張っている感が出ているとのことで、上手い下手より演じる役を一生懸命演じている姿が印象深いようです。7人目は TOKIO の城島茂さんです。城島茂さんといえば TOKIO のリーダーとして各方面で活躍しており、飾らない姿が魅力的な存在です。ドラマ映画にも多数出演しており、主演作よりもゲスト出演などが多いようです。主演の代表作はテレビドラマ演技者昼寝先生役があります。城島茂さんが大根役者と呼ばれている理由としては、実に個性的な演技であり、自分の言葉で喋ることが得意なようです。演技のような元を隠すようなことは苦手なように見えているそうで、自分に似たキャラクターなら演じていて違和感はありませんが、違うキャラクターを作り込んでいくことは苦手なように見えているそうです。自身のキャラクターでほのぼのとした役柄やお父さん役などは城島茂さんのハマり役とされています。8人目はスーパー8の大倉忠義さんです。大倉忠義さんといえばスーパー8切手のクールな王子様のイメージがあり、つかめないキャラクターで親しみがあります。ドラマ映画にも多数出演されており、代表作はテレビドラマ劇団演技者インテリジェンスで主演のはじめくん役、テレビドラマ安子と賢治の椿純役などがあります。大倉忠義さんの演技が下
大根役者と呼ばれている理由としては、大倉忠義さんの演技は表情での表現があまりない、表情が変わらなすぎる、見ていてつまらない、配役が合わない、普段は関西弁だから標準語を使う役だと違和感があると、表情のバリエーションの少なさから大根役者のレッテルが貼られてしまっているようです。一方では、年を重ねることごとに魅力的な演技になってきている様子で、ファンから演技の成長が遅めの待機番生型役者と評価も受けています。9人目は嵐の二宮和也さんです。二宮和也さんといえば、二の、の愛称で親しみがあり、映画、ドラマ、バラエティと長年活躍されています。主演、代表作も非常に多く、演技が下手、大根役者とは無縁と思える二宮和也さんでありますが、意外にも演技に違和感を感じる視聴者が多いそうです。二宮和也さんの代表作といえばテレビドラマ南くんの恋人の主演、南信役、テレビドラマ山田太郎物語の主演、山田太郎役、映画アナログの主演、水島悟役と多くの作品に出演しています。そんな二宮和也さんが大根役者と呼ばれてしまっている理由としては、キャラクターになりきっているというよりも二宮和也さん本人という感じがいつも拭いきれないように感じると意見があり、演じているというよりも二宮和也さんに近いキャラクターを無理なくこなしている感がにじみ出ているとのことです。10人目はカトゥーンの亀梨和也さんです。亀梨和也さんといえばスポーツキャスターとして近年はイメージが強い一方で、映画、ドラマにも多数出演されています。主演作はもちろんメインキャストしても世間にインパクトを与え続けており、演じる役柄を幅広く、ひょうきんな役からクールな役まで、その演技力の高さを見せています。代表作はテレビドラマ極戦第2シリーズの小田切流役、テレビドラマ豚をプロデュースの主演、桐谷修司役などがあり、申し分ない演技力の高さから大根役者とは無縁のように思えますが、亀梨和也さんが大根役者と呼ばれてしまう理由があります。出演した映画事故物件においてリアクションや演技にリアティを感じなかったために、日本映画としての恐怖を感じることがなく、ホラー映画なのにエンタメ作品のようになってしまっているという意見があったようです。また近年では他の作品でもあまり演技力の幅を感じないとのことです。11人目はスマップの木村拓哉さんです。木村拓哉さんといえばジャニーズナンバー1の呼び声の高いキングオブキング、俳優として数えきれないほどの名作で主演を張っています。キムタクが出るドラマは高視聴率を獲得することで世間に知られており、その影響力は社会現象にも及んでいます。日本ドラマ界に多大なる功績を残しているジャニーズ最高峰の俳優木村拓哉さんですが、大根役者、演技が下手といった意見があるとのことです。木村拓哉さんが大根役者と呼ばれている理由としては、ほとんどが同じ役に見える、キャラが固定されている、全く異質な演技を見てみたい、名前が先行してドラマの内容よりブランドが先を行く感じがする、何をしても木村拓哉と木村拓哉さんならではの意見が多く、キムタクドラマの代償とされています。しかし演技力の評価は非常に高く、高視聴率を叩き出している実績は伊達ではないことがうかがえます。いかがでしたか。今回は大根役者と呼ばれたジャニーズ11選についてご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録だか評価もぜひお願いいたします。また見たいジャニーズのまとめや感想などありましたらコメントしていただけると嬉しいです。それではまた。